の小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに。ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。参ったな。どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。なんだ？この島どうなってんだよ。でっけえ氷がするから降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島一体。昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ソルとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。俺の帽子。
いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて、それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけない。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたち、この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに行くからな。たちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ？ここは岩が崩れちまってる。あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか？ああ、ちゃ、サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ、おい。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといい。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパ。ナミの匂いは、こ
この洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。俺は負けねえ。そこだ。マナーがなってねえの。ウソップ様の出番で。俺とやり合おうた。いい度胸じゃねえか。ハンマー。おりゃ。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。うおー、サンジ、嬉しい。
なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。覚悟しろよ。強いやつはいね。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも俺…いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え？Yeah!
これで元気になるぞ。全部まとめてぶっ飛ばしてやる。だから言ったろ、俺は一人で平気だってよ。ウソップ、怪我してないか？痛いとこあったら俺に言えよな。危ねえ、食われるところだった。あの鳥の、いや怖いわ。こっちで合ってんのか？うん、波の匂いがしてる、間違いない。